なんか日本人っぽいね。いちご、いちごって言ってんの。こんにちは。買い出し YouTuber のまなしろでございます。というわけで本日は、くまこのハジャラ霊界通信。はい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 。まあ、いつも感じでございますけども、はい、本日もよろしくお願いします。はい。というわけですね、今日聞きたいことは、幽霊の多い時間帯っていつなんですかという質問をですね、ぜひ熊子さんに答えていただきたいなと思うんですけど、まあ一般的には午前2時半とか、2時とか2時半、うん、3時ぐらいですかね、うん、牛道時と言われている時間帯が、まあ幽霊が出ると言われてますけども、これ実際どうなんですか？いや、一応ね、うん、いつでもいるっちゃいるんですけど。あ、いつでもいるんですか？牛一時限らず。限らずいるんですけど、でもまあ、生活習慣影響されてんのかなって思う話が何個か。さっき、七代さんが言ってた、その牛三つ時があって言ってるのが、うん、多分、幽霊はそうでなきゃいけないって思ってる人が幽霊になっちゃったのかなって思う話がありまして。はぁ、なんか日本人っぽいね。そうだね、なんかみんな共通理解として牛三つ時に幽霊は出るみたいな、そうそうそう、昼は出ない、朝は出ないみたいなイメージあるから、それを律儀に守ってるやつがいるってこと。なんか見ててかわいそうになっちゃったのが一個あって、うん、ちょっと夜中までアニメ見ちゃって、うん、で、あの喉乾いたな、コンビニ行こうと思って、まあ、実家の時なんですけど、はいはい、隣のコンビニ潰れたから、その坂道の上のコンビニ行かなきゃいけないんだと思ってはい、はい、まあ、出て、うん、歩いてったら電柱のところにすっごいこうやってもたれかかってる酔っ払いかなって思ったんですよ、うん、でそしたらなんか、あ、でもやっぱちょっと透けてるなと思って、うん、怖ーと思って、うん、やだな、急にわって言われたらどうしようと思って、うん、怖いですね。でしかもなんかブツブツ言ってんすよ、なんか、うわで、うん、うわ、なんだろう、超怖いんだけどと思いながら、うん、そこ通らないとコンビニ行けないから、もう本当にもう心を無にして行こうと思ったで、なんて言ってんだろうと思ったら、俺は起きてる、俺は起きてる、俺は起きてるっつって。どういうこと？いや、多分眠かったんですよ。夜更かししてるってこと？そう、ね、寝たいっていう概念があるのか分かんないけど、俺は起きてるっつって言って、なんかずっと痙攣してるやつがいて、それやばいね。無理しなくていいのにとか思って、きっかり牛見つ時にきっちり現れて、そうそうそう、めちゃめちゃ眠いけど、お前は起きてる、俺は起きてるって言ったら胃もたれながら、そこに何も怖くなかったんですね。それはあの、そうだね、ブツブツ言ってるとこまでは怖かったんだけどね。はあ、面白いな、それ。朝出勤するときに、もうあいついんのかなとか思って、うん、はいはい、なんかその前通ったら、もうめっちゃこんなんなって寝てる、うん、やつが。寝るんだね、でも。そう、寝てるんですよ。びっくりして。なんかこう、ほんとこう、こんな感じで、はぁはぁみたいな感じで寝てて、うん。うん。よっぽど眠かったんでしょうね。あの、亡くなったときもなんだけど。素直なやつだなと思いながら。確かに、ね。素直だよね。あの、律儀に、牛三つ時がバッと起きてる。彼は夜更かし頑張りたかったんでしょう。あ、そっか。夜更かし頑張りたかった。頑張らざるを得なかったというか、うん、なんか何かの圧力で。なんか己の信念の圧力に、うん。己の信力、信念の圧力にね。かもしれない。もしかしたら。やられちゃったのかなと思って。かもしれない。え、他って例えば何かある、そういう。で、うん、多分、まあ、その朝方に見ないかとかって結構質問来てたりとかしてたんですか。ああ、あったね、あったね。うん、で、まあ、朝って言えば、まあ、その通勤の時。うん、とか、まあ、普通に、なんだろう、ちょっと怖い話なのか分かんないけど、なんか、エスカレーターこう乗ってる時に、一緒になってエスカレーター乗ってるやつがいて、そいつなんか頭一個出てたから、すぐに分かったんですよ。あ、これなんか違うなと思って。で、なんか、でも様子もおかしいしなと思って、ちょっとこ怖かったけど、ちょっと観察してたら、なんかその首をつってるような感じの、このなんかこういう感じ、こう首がこうダランってなって、頭一個出てるっていうのは伸びちゃってるっていうか、伸びちゃってるっていうか、うわ怖っそれ。で、つま先立ちだったんですよ。だからもう本当にそのまんまの状態。じゃあもう こういう状態で首この状態でロープがなかったの。ロープはないんだ。そう。だからもうその形のまんま。釣ってるみたいな状態で、そのまま満員電車乗ってって、満員電車乗ったんだ。満員電車乗って北千住で降りてった。北千住で降りたんだ。そう、中間と思った。通勤ルート。そうかな。
日比谷線乗り換えたのかな、日比谷線乗り換えたのかなと北千住で、北千住でかなってちょっと思う、もう銀座線か日比谷線かでもあれだよね、だからそれも結局さっきの生前のね、こうあのっていうのと同じだったもんね、その人って格好ってどんな格好、いやもうスーツスーツ、あめっちゃ通勤ですね。通勤。あの、ご苦労様です。でもそれ見たときはこうあるでしょ？わーっと思って、うん、どこまで行くんだろうって思って、ちょっとずっとこうやって上見ちゃってたんですけど、うん、そしたらもう北千住でプシューって行って、そのままスーッと降りてったから、あー北千住なんだと思って。プシュッ。なんかちょっとシュールな。なんかでも、ここまで聞いてきた感じだと、うん、割とこう、律儀なのが出ちゃうんだね。ああ、やっぱ生前の習慣というか、うん、まあずっとやっぱり例えばね、熱心に通勤してたとね、一生懸命頑張って仕事行ってた、まあ、いわゆる社畜ですけども、やってた人とかは、もしかすると亡くなった後に、こう、首吊った状態で北千住乗り換えするかもしれないと。なので皆さんもね、あんまり囚われず、仕事はほどほどにやっていくといいんだなと思いますけども、ちょっともう一個聞きたいのが、はい、時間帯はまあね、今聞いたけど、うん、季節。季節。うん、例えばなんかこの例のいる季節って、あるじゃないですか。夏がね、怪談やってるからあれなんですけど、怪談の季節、うん、幽霊の季節っていうのはあのお盆があるからっていうのは、うん、まあ一般的によく言われるところですけども、なんか例えばそういうのってあるんですか。なんかね、年中季節関係なく春夏秋冬均等にいるっちゃいるんですけど、あでもなんかやっぱりお盆の時期、やっぱそのさっき言ってたあの、うん、もうお盆はいなきゃいけないみたいな、なんのかわかんないけど。まだそこでも。になって、そう、わって増えてる気はする。はぁ、なるほどね。そのスーパーとかに、なんかわちゃわちゃ見えるんですよ、はいはい、お盆の時期って。へぇ、そうなんだ。その、お供え物を買ってるであろう家族の後ろで、うん、めっちゃ怒鳴ってるじいちゃんがいて、うん、なんだろう、うるせえなとか思って、うんうん、ちょっと聞いてたら、うん、なんか、俺は豆大福嫌いだっつってんだろうがーっつって怒ってた。お俺は豆大福嫌いだっつってんだろうがって怒ってた。え、それは誰に向かって怒ってんの？いや、多分その家族に向かって、うん、なんかお菓子コーナーに、で、うん、なんか何がいいかなみたいな感じで、はいはい、なんかその道明寺だとか、なんか豆大福とかあるじゃないですか。で、なんかそれが家族がこうやって豆大福取ろうとしてたら、うん、えーってこうやって叫んでるんですよ、ずっと。よっぽど嫌いなんだね。そう。いちごいちごって言ってんの、隣で。それはいちご大福が好きなおじいちゃんだったね。なるほどね。おばあちゃんっぽいのも隣にいて、でまあって言って、そのばあちゃんがちょっと怖かったんですけど、首がこの手のままこう首がこうぐるんって私の方向いたんですよ。怖、まあ、すげえ幽霊だなって思っちゃって、その時に、うん、感想がなんか日常やん。すげえと思って、うんうん、どうしようとか思って、怖い人だったらどうしようと思って、うん、その首がぐるんって回ったままこっちにふわってきて、うん、いやあなた見えてるんだったら教えてあげてくださいよみたいな、うちのじいさんの好みおよみたいな、理不尽すぎる、いやちょっと見えてないんでってうちも答えて、うん、まあ、答えちゃった、答えちゃった、見えてる見えてる、答えちゃってる、答えちゃったから、うん、あ、うん、あやべと思ったけど、うん、そこからずっとその首の曲がったおばあさんにつきまとわれたっていうのはありましたよね、うん、それ嫌だね、うん、そう、なんかスーパーのお供え物コーナーで見てると、うん、通って選んでる人もいるし、うん、一緒になってなんかこれがいいなとかってなって眺めてる人もいるんですよ、うん、透けてる人たち、じゃあなんかそういう形で、うん、まあ多分ご親族というか、そうそうそう、子孫のね、あの人たちとこう一緒になって眺めたりとかするんだね。それそれなんかちょっとでも微笑ましい、ね、微笑ましいです、うん、ていうかなんでもういるんだって思っちゃったんですけど、その時に、確かにお供え物ってお迎えをしようと思ってるのにもういる、もう隣にいるっていう。それは面白い、どういうことだろうって、だもう、あ、なんだろうね、だから、まあ、時期とかもねもちろんあるのかもしれないけど、そのお迎えをする心というかね、多分それが大事なんじゃないでしょうか。他ってなんかあるの？秋と、うん、多分季節もそうなんですけど、うん、なんか、あ、そのお盆の話もう一回戻っちゃうんですけど、少量馬と少量牛って、そのさ、キュウリとナスをこう、なんか馬とか牛に、キュウリが馬、あ、そうそうそう、キュウリ馬でナスが牛か、あ、あったね、あったね、っていうやつがあって、うん、はいはいはい、で地域によって、うん、なんかなんだっけ、馬で来てもらって牛でゆっくり帰るっていうのと真逆な、聞いたことあるわそれ、馬の方が早いんだよね。そう。そう。ナスでお迎えして、キュウリで返すのか、キュウリでお迎えして、ナスで返すのか、っていうのが分かれるんだね。そう。地域によってね。それで、
すげえ喧嘩してるおじいちゃん同士を見たことあるんですよ。ん？ん？はあ、馬だろみたいな。来るのは普通馬だろみたいな。うん、いや、牛だろみたいな。うちんとこ牛だったぜみたいな感じで。うん、やって。どこで？いや、あの、スーパーで。やっぱりスーパー。スーパーでみたいな。スーパーで、あれ、多分、あれでしょ、キュウリとかナスのね、その少量馬とか少量牛のなんかこう、コーナーというかね、で、の前で、じいさん二人が、うわわわわ。いや、駅は馬だろとかっていうやり取りしてると。来れてるからよくね。そうそう。てか、その前にお前ら来てんじゃん、みたいな。結局さっきのツッコミと同じツッコミになってしまう。なるほどね。へえ、いや、面白い、めちゃめちゃ。だから多分地域によってその言い伝えとかもやっぱりその地域によって違うから、出てくる感じのあれもやっぱり一義に守ってんのかなって思って。なるほどね。で、なんかその地域がぶつかったよくわからない中間地点、千葉とか埼玉とかそこら辺のぶつかってんのわかんないけど、なんかそのどっちでも対応してるぜっていう県のところで、いろんなところいろんな人がぶつかるとちょっとそういう喧嘩になるんじゃないかなって思ってんだけども。これちょっと余談なんですけど、あの、僕、あの、階段喋ってるわけじゃないですかね、普段熊子さん出てない動画で僕がね、こういう話喋ってるわけですけど、そこで、あの、新盆とか、あの新しいにお盆って書いてね、新盆ってのあるんですけど、新盆とか、二盆とか、あと、ウイ盆。初めての初って書いて、盆って書いて、ウイ盆とか、呼び方変わるんだよね。その、なんか、呼び方の地域差があるんだけど、その地域差があるものに対して、コメント欄で言い争いが発生して、あの、新聞だろ、いや、新聞だよ、うちは、いや、俺んとこは新聞だよ、みたいな、もうずっとやってたんだけど、それと変わらんな、やってること。そう、でも本当そんな感じ。はぁ、面白。で、さっきの多分、まあ、牛、あ、キュウリ、ナスの話だけど、はいはい、沖縄だとサトウキビとかって。それちょっと、え？言ってたから。え、それ、沖縄の人はあの、本当にサトウキビ。それが知りたいのよ、その。サトウキビ。サトウキビだったらちょっとコメント欲しいなと思って。はぁ。それはあれでしょ、あくまで聞いたことがある。あ、そう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 。ちょっとだから、あの、見える見ないの話はちょっと別だけど。サトウキビで本当にあの少量馬とか少量牛作るのかっていうのはちょっと気になるので。気になってた。沖縄の方よかったら、あの、コメント欄に。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。はい、というわけですね。本日は、幽霊ってどの時間帯に多いのっていう、まあ、質問とか、あとはどの季節に多いのかっていうことをね、はい、聞いてきたんですけども、いつでもいる、うん、だけど、なんかこう、生前の律儀さみたいなのがあるのか、まあ、やたらお盆にね、ちょっと増えたりとか、あとね、あの、虫蜜時頑張って起きてたりとかね、いろいろあるということが分かりましたので、まあ、なかなか面白かったです。はい。はい、というわけでですね、今日の動画面白いなと思った方はよかったらいいねボタンお願いします。そしてチャンネル登録まだの方はよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、またね。